はい、それではですね、今日は電磁誘導とエネルギー保存則というテーマで、やっていきたいと思います。急遽、この配信になりましたが、よろしくお願いします。ですね、授業プリントをちょっと見ていただいて、どこだったかな？授業プリントの、丸5ですね、エネルギー保存則というところを見てもらってですね、ちょっと読んでいってください。で、ちょっとまあ読む前にね、ちょっと停止ボタンを押してもらって、くれたらなと思います。で、読み終わったらまた再生を押してください。はい、では行きましょう。まず、水平面内にですね、回路があります。で、導体棒があってですね、今までと違うところは何かっていうと、ここにですね、電池が、あらかじめありますよという問題なんですね。電池の電圧が、V ですよと。かつ、電気抵抗もありますよと。なので、これがですね、電流、時計回りかな、時計回りに電流を流しますので、鉛直上向きに、磁場が発生してますから、電流の向き、磁場の向きから考えてあげると、左向きの力が、電磁力として働いていると。BIL で書いておきましょう。電流向きがね、まだわかんないですけども、まあ、BIL としておきましょう。なので、この電磁力によって引っ張られることによって、この重りがですね、持ち上がっていきますよという問題なんですよね。まあ、糸は伸び縮みしないと、して考えてあげると、もちろんこの導体棒もですね、同じ速さで左向きに進んでいっているというところですよね。いいですかね。ではこの問題を使って考えていきましょう。これだけの問題だったらすごく簡単なんですけども、まあ、電流の値が分かってないですからね。まあ、そこをしっかりちょっと見ていかなきゃいけないなというところですね。まあ、でも簡単なやつからまずさっき見ていきましょうか。まず電流 I が流れていると考えてあげてですね、働く力が BIL ですよと。まあ、電流がまあこう流れてますよと今考えてるんですけどね。で、他に働く力を見てあげると、もちろん糸が触れていますから、糸から何かしらの力を受けていると。で、これ MG なんですけども、MG じゃないかもしれませんから、必ず張力 T と置いてあげましょうと。で、T 未知数の可能性ありますから、まあ、こっちも見てあげなきゃいけないよねってことで、ここも MG、そして張力 T。まあ、この2つから考えて張力を求めていかなきゃいけないかなというところですね。はい。じゃあ V が一定の時見ていきましょう。V が一定の時。はい。V が一定の時を考えてあげるとですね、働く力が釣り合っていますからね、力が余ってたら加速する、あるいは減速するですから、力が余ってない、からこそ速さが一定なんですよね。なので力が釣り合っているということで、BIL と張力 T が等しい。そして、張力 T と MG が等しいということから、あ、BIL っていうのは、MG と等しいんだっていうことがまず分かっちゃうわけですよね。OK ですかね。はい、まあ、これ簡単な力の釣り合いの問題でしたね。はい、もちろんこんな簡単な問題で終わるわけではなくてですね、どうなるかっていうと、電流 I をしっかり求めていきましょうということなんですよね。電流 I って言ったって、抵抗値 R で、電圧 V ですから、R 分の V と、すぐ出てくる。オームの法則使ってね、R 分の V というふうに出てくるかもしれませんが、そうではないですよね。磁場中をこの導体棒が横切っていますから、電磁誘導という現象が起こってですね、誘導電流が流れるわけですから、まあ、それによって電流の値っていうのも変わってきますよね、というところなんですよね。はい。では見ていきましょう。はい、前にもね、扱いましたけど、一回やってみてください。この回路、こいつがですね、導体棒が左向きに速さ V を持っているときに、この回路内で流れている電流の向きが時計回りですか？それとも反時計回りですか？どっちですか？っていうのをちょっと考えてみてください。前にも一回やりました。どうぞ。はい。出ましたかね。いいですかね。まだ答え聞きたくない人は、ちゃんと一時停止ボタンを押してくださいね。いいですかね。
ではですね、考えていきたいんですが、まず、時速が減ってますよね。胴体棒が左向きに進んでいますから、磁場の強さ、時速密度の強さは変わらないけども、面積が減ることによって、時速っていうのは B×S でしたから、時速線の本数ですよね。この回路を貫く時速線の本数、面積が減るから時速が減りますよと。なので、鉛直上向きの時速が減ってますから、鉛直上向きに磁場を作るような誘導電流が流れるということですね。なので、こっち向きに電流を流れるような、誘導起電力を作るんですよということだったんですよね。よろしいですか？この値が BLV ですよ。ただし、この BLV 誘導起電力ってのは時計回り、じゃあ反時計回りか、反時計回りの誘導電流を流そうとするんだけども、こっちの電池ですよね。こっちの電池ってのはどうかっていうと、時計回りに電流を流そうとするわけですよと。で、回路図でもありましたね。電池の向きや逆向きの場合とかもありました。その時の実際に流れる電流の向きっていうのは、キルヒホフの第二法則を立てて、電流向きどっちでもいいからって適当に立ててあげてですね。例えば、時計回りに立ててあげて、答えがマイナスになったら反時計回りでしたと。っていうことでしたね。時計回りに立ててあげて、正の値だったら時計回りだったということでしたよね。なので、まあ実際どっち向きでもいいんだけども、式しっかり立ててあげたらいいんだけども、もともと電池があって、その電池によってこうやって動いてるわけですからね。なのでそう考えてあげると、この電池の起電力をブルブが超えることってのはなかなかありえないですよね。もともと電池があって、その電池によって動かされてるわけですからね。なので今は、おそらく、電池が勝っているだろうと。いうことで、時計回りの電流が流れていると考えてあげましょうというところなんですよね。OK ですか？まあ、ブルブルの方が大きくなるっていうのはちょっと考えられないかな。電池が先にありきですからね。はい。ではですね、ここから電流 I の値を求めていきたいんですが、ここからもう切り替えてくださいね。何度も言っていますが、電磁誘導で、やったことってのは何かというと、誘導起電力を求めるまでだったんですよね。いいですか？誘導起電力を求めるまでですから、誘導起電力が求まったら、あとはここに電池ができた、電池が元々あったって考えてくれたらいいです。で、ここに抵抗 R がありますよと。なので、ここでやるべきことは何かっていうと、キルヒホフの第二法則ですね。キルヒにって書いておきましょうか。キルヒホフの第二法則っていうのは、電位の関係式でしたね。一周した時の電位の上がり下がりが、元に戻ってくると、同じ値になりますよということでしたね。なので、上がった分と下がった分が等しくなるということでした。なので、ここからぐるっと回っていくと、V 上がったですね。で、電流が I ですから、電流の向きです。に、進んでますから、IR 下がったですね。ここは、プラスからマイナスですから、起電力だけども、向きから考えてあげると、ブルブ下がったですね。はい、なので、式立ててあげると、V 上がった。抵抗通って IR 下がった。はい。ブルブは誘導起電力だから、本来ならば起電力上がるんだけども、向きから考えてあげると、プラスからマイナスですから、電位が下がったですね。OK ですかね。はい。これで、まあ、基本的にはもうおしまいですよね。特に、ここから問題が発展するかというと、あんまりなかなかないです。なので、まあ問題の流れとしたら、ここから電流 I を求めてですね、電流 I を求めて、ここに代入してあげる。で、代入してあげたら、ここに V が入っていますから、一定になった時の速さ V が BIL イコール MG ですから、まあそこから何かしら計算ができますよというところなんですよね。いいですか？ちょっとやってみますか。じゃあちょっと問い入れてみましょうか。V が一定の時で考えてますから、この時の V を求めてください。はい、よろしいですかね。はい、では一時停止ボタンを押してください。次再生したら答えが書かれていますので、注意してくださいね。
はい、計算するとこんな感じですね。ここで求めた i ですね。i イコールを作ってあげて、ここに代入するだけですね。bil の i に代入してあげる。で、力の釣り合いですから tmg ですから、こんな感じですね。で、うまいこと式変形してあげるとこうなります。どうでした？合いましたか？大丈夫ですかね。はい、ちょっと脱線してしまいましたが、まあ、こんな問題もありますよということなんですけども、プリントの方に戻っていきましょうか。今回のテーマはエネルギー保存則でしたね。エネルギー保存則。はい、ではエネルギー保存則っていうのをちょっと見ていきたいんですけども、ちょっとね、またしっかり対面授業でするときに、ちょっと話はさせてもらいますけども、力学で考えてほしいっていう話をね、どこかでしたことあると思うんですね。結局は誘導、電磁誘導っていうのは BLV、誘導起念力を求めるだけですよと。そこからはキルヒホフの第二法則立てたり、あるいはこういう力学の問題になったりとかするんですよね。ただ、そういうことでした。なので、基本的には力学と似ているところはあるんですよね。で、力学で似ている、力学のところでエネルギーというと、どこから始まってきたかというと、運動方程式だったんですよね。運動方程式に速さ V をかけて T で積分してあげたら、エネルギー保存則になりました。で、力学でいう運動方程式に相当するものが何かっていうと、キルヒホフの第二法則ですね。なので、ここをスタートにして、エネルギー保存則を作っていくっていうことができるんですね。はい。では、ちょっとそれを見ていきましょう。もう、ごくごく単純ですね。見ていきましょう。この式、1式としておきましょう。この1式に電流 I をかけて、そして時間、デルタ T をかけていきます。1式かける I デルタ T より。じゃあ、いろいろと形が出てくるんですね。こっちが IVT ですね。IVT。はい、ここいけますか？ I の2乗 R デルタ T ですね。なんとなくわかりますかね？もうちょっと移行させちゃいますね。マイナスついてるやつは右側に持っていきます。はい、ここ見ていきましょう。マイナス BIL V デルタ T ですね。移行してあげて BIL デルタ T。で、BIL っていうのは張力 T と等しくて、張力 T っていうのは MG と等しかったわけですから、この BIL が MG になりますよということですよ。はい、じゃあもうここでいけますかね。I2 乗 R デルタ T っていうのはこれはいけますか？ジュール熱ですよね。はい、MGV デルタ T っていうのはいけますか？V デルタ T っていうのが速さかける時間ですから距離ですよね。で、MG かける、上に進んだ距離ですよね。これは位置エネルギーの上昇分を表していますね。いいですか？じゃあ何がジュール熱をもたらし、何が位置エネルギーをもたらしたかっていうと、それは何かっていうと、まあ、電池ありきですよね。最初かな、中盤ぐらいにも言いましたけど、もともと電池があって、この導体棒が初めて動いてるわけなんですよね。なので、電池や仕事をした結果、導体棒が動いて、この重りが持ち上がっていきましたよ、ということなんですね。で、その間にここ抵抗に電流流れてますから、ジュール熱も発生したということなんですね。なので、この IV デルタ T ってのは何かっていうと、電池に流れる電流が I ですね。電池の電圧が V ですね。なので、これ電池のした仕事ですね。もうこれでエネルギー保存則が、導けましたね。はい。もう書きませんけど、電池の下仕事っていうのが W イコール QV でしたね。Q が、どうやって求めたかっていうと、I
がデルタ T 分のデルタ Q から計算できました。書きましょうか。やっぱりね。電池の下仕事が電圧が一定なので W イコール QV で表すことができました。で、電流の定義から考えてあげるとデルタ T 分のデルタ Q でしたね。まあ、この Q がデルタ Q なんですけども、それが I デルタ T になっている。なので電池の下仕事は IV デルタ T になってますよということなんですよね。なのでキルイホフの第二法則っていうのは本当に力学でいうところの運動方程式を表していて、運動方程式だったら速さ V かけて時間 T で積分してあげたらエネルギー保存則になったんですけども、同じようにですね、電流 I をかけてあげて時間 T で積分してあげる。まあ、今回はね、I が一定ですから T で積分するって言ってもね、定数を T で積分してますから IT の形になってるんですけども、まあこういうような感じでですね、エネルギー保存則を力学と同様にですね、出すことができるんですよということですよね。いいですかね。なのでこうやって式で出すことも大事ですし、やっぱり感覚として持つことも大事ですよね。電池が仕事したからジュール熱と、位置エネルギーの上昇に変わったんだって考えてくれたらいいですよね。はい、いいですかね。まあ、こんな感じで式でもエネルギー保存則をしっかり導けますよという話を今日はさせてもらいました。はい。あとは、ちょっと授業プリントに書かれたのは、動体棒の動き始めの電流が R 分の V であるとかね。そんなのは当たり前ですね。誘導基準力ゼロですもんね。まあ、そんなことは簡単でしょう。はい、では、問いの問題がありますから、問いの問題ですね。ちょっと頑張ってやってみてください。はい、どうぞ、はい、一時停止してください。はい、では答え合わせ解説していきましょう。今回は速さが一定じゃないですよね。速さが一定じゃなくて、まあその時の、加速度だったかな。加速度を求めよう。そして終端速度も求めましょうですね。終端速度は先ほどの授業でもう求めちゃいましたので、もうやめときますね。はい、では行きましょうか。加速度がありますよということですよね。なので、まあ BIL の方が多分力が大きいのかな、 T よりね。こっちも MG よりも T の方が大きいというところですよね。なので MG イコール T にはならないということでした。はい、もうそのまま運動方程式立てていきましょう。はい、動体棒が、質量スモール m だったかな、合ってたかな。はい、そうですね。動体棒の方が質量スモール m ですね。はい、なので m かける a ですね。イコール働く力 BIL 引く t ですね。で、電流 i の値っていうのが、ちょっともうこれ先ほど計算したので、もうさらっと書いていきますが、r 分の v 引くブル分ですね。はい、で加速度方向と反対向きに張力が働いてますから引くことの t ですね。はい、では重りの方行きましょう。重りの方を見てあげると ma イコール mg 引く t ですね。なのでもうめちゃくちゃ力学ですよね。はい、未知数が a と張力 t で2つになっていますから、未知数2つに式が2つですから、もちろん連立方程式を使って解いていきましょうですね。こんなの代入する人なんかね、いないですよね。あ、間違ってますね。t-mg ですね。すいません。加速度が上向きですから、上向きを正として t-mg ですね。はい、では未知数 t を消していきましょうということで、辺辺足していきましょう。はい、左辺は共通因数 a でくくることができて、m プラス ma。右辺ちょっと鬱陶しいですね。計算してあげると、こいつとこいつが残るだけですね。はい、なので R 分のブル V 引くブルブ引く MG ですね。はい、ここから A を求めていくだけですよというところですね。計算してあげると、まあ、こんな形になりますよというところです。はい、これで加速度が求まりましたので、終端速度ですね。終端速度っていうのは、まあ、最終的に一定の速さになった時の、その時の速さのことでした。はい、なので加速度が0の時ですね。0の時。なので加速度が0、分子が0になってますから、これさっきやったやつと全く同じことになってますから、まあそれはね、さっき答え書いてますから、そちらを確認してください。はい。
いいですかね。ちょっと冒頭に言ったことをちょっともう一回復習していきます。この問題で大事なことは何かっていうと、本当によく間違ってしまうのが、誘導電流の向きに電流が流れるって勘違いしてる人がいるんですけども、冷静にですね、キルホフの第二法則を考えてもらったらですね、起電力が2つあるんだから、どっちに流れるかなんかわからないんですよね。ただこの場合は、まあ電池の電圧の方が強いだろうということで、時計回りだっていうふうに判断してるんですけども、これからはですね、誘導起電力があったからといって、分かったからといって、その向きに電流が流れるわけではないですかね。今まではこれがない問題ばっかりだったんですね。電池がついてない問題ばっかりやってましたから、誘導起電力だけだったので、電流の向きはすぐ分かったんだけども、これからはそうじゃないですよ、ということは頭の中に入れておいてください。なので、そう考えてあげるのであれば、ローレンツ力使ってあげるのもいいかもしれませんね。ローレンツ力考えてあげると、導体棒が左に進んでいるってことは、電子の動きから考えてあげると、電流の向きを右向きと定義できる。磁場が鉛直上向きですから、親指が下向いてますから、下に電子が溜まってくるので、下がマイナス極ですよと。なので、こういう電池ができた、こういう電池があった、じゃあどっち向きに電流流れますかって考えてあげるのもいいかもしれませんね。それだったら誘導電流が電流の向きとか、勘違いすることはないのかもしれませんからね。いいですかね。はい。なので、まあ、いろんな経験を積んでいかなきゃいけませんから、問題をですね、やりながら、しっかり考えてほしいなと思います。はい。ちょっとすいませんね。不都合によってこんな授業になってしまいましたが、しっかり復習して、テストに臨んでいけるように、次回の授業に、つなげていけるように頑張ってください。はい。さよなら。